レンツはアメリカ海軍のミサイルフリゲート、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートの36番艦。艦名はバタビア沖海戦で失われた重巡洋艦ヒューストンに乗艦し、英雄的な活動で死後に海軍十字章を受章したジョージ・ S・レンツ、従軍牧師にちなむ。レンツはカリフォルニア州サンペドロのトッドパシフィック造船所で1982年9月18日に寄港する。1983年7月16日に浸水し、1984年6月30日にロングビーチ海軍造船所にてマーティン・ジュールス・メイヤー中佐指揮下で収益した。収益式にはレンツ牧師の娘とヒューストンの元乗組員も臨席した。1985年12月にカリフォルニア州ロングビーチからサンディエゴに移動。完熟航海などに引き続き空母レンジャーの空母軍に配属される。空母軍の一員としてカリフォルニア州サンクレメンテ島沖の南カリフォルニア作戦域を定期的に巡航した。1986年11月5日、ミサイル巡洋艦リーブス、駆逐艦オルデンドルフと共に、レンツは中国山東省青島市を訪問。1949年に駆逐艦母艦ディキシーが中国本土から退去させられて、以来37年ぶりのアメリカ艦船の訪中であった。訪問は人民解放軍海軍に公式に歓迎された。1987年7月にアーネスト・ウィル作戦に参加し、ペルシャ湾に展開。主な任務はホルムズ海峡を通過する商船の護衛だった。1987年以来、レンツは何度もペルシャ湾で作戦に従事した。2009年11月28日、ニミッツ空母打撃群の一員として、アラブ首長国連邦ジュベルアリ沖に停泊していた際、乗組員デイビッド・M・マッジ3等兵曹が予備機関部で修理中に感電死した。海軍はこの悲劇を受け、全艦隊に船の電気エンクロージャの検査をするよう通告した。2013年12月、レンツは小型の麻薬密輸船を発見。船からは1040万ドル相当のコカイン約 313kg が見つかった。レンツはその携わった麻薬取締任務で合計およそ 3000kg のコカインを没収した。2014年5月23日に退役。バリアントシールド2016演習にて J 素 C-1 滑空誘導爆弾等の実艦標的に使用され撃沈。グエン・リザ。マーチン・メイヤーコレクション、ベテランズ・ヒストリー・プロジェクト、ライブラリー・オブ・コングレス、2008年9月18日、閲覧。アフター37、イヤー・アブセンス、US ベッセルズ・ビジット・チャイナ、ニューヨーク・タイムズ、A3、ミリタリー・タイムズ、レンツ・セーラー・エレクトロ・キューテッド・アボード・シップ、30ノーベンバー2009、リューワー、スティーブ、セーラー、S・デス・プロンプス・ネイビーツ・アクト、サンディエゴユニオントリビューン、11ジャニュアリー2010、http://www.public-navy-mil-surf4FFG46 ページーズ、アッセンゼンターセプッツ 313kg 総負コカインワーズモーレ30ドルミリオン、アスピックス、VGZHF2 ドクルー。ありがとうございます。